日本近畿地方大阪府大阪市中央区、震災橋筋商店街震災橋筋商店街1930年代の震災橋筋地図震災橋筋商店街は、大阪市中央区にあるアーケード商店街。アーケードは、早朝通行サブで途切れるものの、うなぎ谷北通から総江門町通りまで連続する。現在の中央区道頓堀にあった芝居小屋と、 西区新町にあった新町遊郭を結ぶ道として、江戸時代初期から賑わいを見せていた。18世紀半ばに、五福屋松屋が店を出した頃には、当時の震災橋周辺に商店がいくつも集まり、すでに買い物の町として形成されていた。明治以降は、大阪の発展とともに、震災橋周辺も繁栄し、東の銀座、西の震災橋と並び称され、 銀座をそぞろ歩く銀ブラに対して、新ブラという言葉が生じた。現在では、梅田の発展やタエリアの再開発進展などの結果、全国的な知名度もそれほどなくなっているが、大阪では一番のブランド力のある商店街であり、特にファッション関係では、ここに店を出すことがステータスとなると言われている。新西橋筋商店街公式ホームページ、ありがとうございます。